トロリーコンタクターの例。左下から右上へ通っているのが河川で、中央の河川の元に飛び出している棒状のものに、終電装置が当たることで、電車がその位置を通過したかどうかを検知し、ポイント等が作動する伊予鉄道坊ちゃん列車が南堀田電停を発車した時の写真。トロリーコンタクター操作のため、客車に搭載されたビューゲル様の車上コンタクターを立てている。 トロリーコンタクターとは、主に、路面電車の分岐点におけるポイントや信号機を操作するために、河川に取り付けられた装置のことである。トロコンと略されることもある。過去の路面電車では、分岐点には、ポイント操作の係員が存在しており、電車の行き先を確認して、手動でポイントを操作していた。しかし、合理化の流れの中で、分岐点の無人化を行う方法として、 電車の停止位置でポイントを操作する方法が取られた。その際に、電車の停止位置を判別するために設けられたのが、トロリーコンタクターである。大阪市電で取り付けられたものが最初とされている。通常河川に取り付けられる、棒状のスイッチが付けられており、電車が通過する際に、パンタグラフがスイッチを叩くことで通過したことを検知する。広島電鉄の連接車では、 分岐点でのトロリーコンタクター操作の際にパンタグラフの位置がボギー車と揃っている必要があるためパンタグラフを2機装備しており終点での折り返しの際にパンタグラフを上げ下げしている作業が見られる。また、伊予鉄道のボッチャン列車用客車ではトロリーコンタクターの操作のためビューゲル状のものが設置されている。信号機用交通信号と電車用信号が連動している箇所において 電車の接近を検知するためのコンタクタである。多くは入り口と出口の2箇所に設置され、最初のコンタクタが反応すると信号マッチ状態になる。次の信号サイクルで進行信号ないしは黄色の矢印が現時される。電車側が進行現時になるときは自動車側は停止信号となることが多いが、交通が完全に遮断されない場合は、 連動して警報器が動作する場合もある。電車が通過し、出口のコンタクタが反応すると、電車側信号機は停止現時に、自動車側は通常の信号サイクルに戻る。札幌市電中央都書建前電停の渡り線に連動したトロリーコンタクター信号機を折り返し運転などで、渡り線を日常的に使用する場合に設置される。折り返しの分岐機前に設置されたコンタクタが、 反応した段階で、反対方向の線路に停止信号が現時され、電車が折り返すかそのまま進行するかして再度、コンタクタが反応するまで、停止のままとなる、札幌市電中央図書建前電停や広島電鉄、広電本社前電停の前後など、車庫の出入庫に絡んで設置される、分岐用下線上に、 複数個のコンタクターが設置され、パンタグラフが通過する時間で点鉄器を切り替える方式である。A、B の最低二つのスイッチがあり、A を通過してからすぐに、B を通過すると定位に、A を通過してから停止し、規定時間以上を置くと範囲に切り替わる。広島電鉄、伊予鉄道などで採用されている。直前に電停がある場合、行き先別に停止位置を分けられるという利点がある。 分岐用表示器が設置され、一定周期で定位もしくは範囲を示す表示が交互に点灯している。運転士は進行したい方向のランプが点灯している間にコンタクタのある区間に侵入する。コンタクタが反応すると、その時点で表示されている方向に点鉄される。コンタクタは一つでも運用できるが、タイミングを取るために一旦停止しなければならない。場合が多い。長崎電気起動。 箱館市電などで採用されている。鉄道、軌道の世界では、ボギー台車を1車体に2機装着した車両の、一般的な車両の故障は、ボギー車である。広島電鉄車内では、いわゆるボギー車による炭鉱運転を単車と故障しているが、一般的には、単車とは1車体に二軸台車を単体で装備した車両を指す。いわゆる、 ボギー車の一例としては6000系6152号車193号を単車の一例としては京都電気鉄道の1911年製電車をそれぞれ参照されたい接近表示の項に説明ありありがとうございます。